元広島市議の木戸恒康被告は、4年前の参議院選挙で、河井元大臣から妻の案里元議員を当選させるための報酬として、現金30万円を受け取った罪に問われています。今日の裁判で広島地裁は、罰金15万円、追徴金30万円の判決を言い渡しました。その上で、検察の供述誘導については、検察官は不起訴を前提として取り調べ、被告人は検察官の意に沿う供述をしたことは否定できないと指摘したものの、控訴を棄却すべきほどの違法性を有するとは言えないとしました。検察官を受けたさまざまな仕打ち、それによる苦痛を裁判所に理解していただけなかったことは本当に無念でございます。木戸被告は控訴について弁護士と相談して考えたいと話すにとどめました。